はい、AKB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もねショールームやっていきます。40分ぐらいなんですけど配信しますよ。うん、はい、本日はねちょっともう一日結構ずっと体を休めてる状態で、まあちょっとはね外歩いたんだけどね、本当にちょっとだけど、そうそう、まあちょっと明日にも向けてね体を休めておりました。ちょっとね明日がめっちゃ早いからね、今日は夜ちょっと早めに配信をさせていただきます。だいたい7時20分ぐらいまでの予定です。はい、で結局今日はねずっとネイルじゃないわ、マニキュアを探してたんですけどちょっと見つからず断念しました。でも使わなくなっちゃったアイシャドウをねちょっと透明なネイルと一緒になんかいい感じにしようかなって思ってめちゃめちゃ適当めちゃめちゃ適当な説明をしちゃった。で明日ねショールームできたらいいなとは思ったんだけどちょっとどうなるかわからないので、朝めっちゃ早いか夜めっちゃ遅いかのどちらかになると思います明日は。まあでももうねちょっと毎日、はい、毎日チケットもあと1枚しかないからねあんまり休めなくもなってしまったので、そう、できればねちょっとね AKB 卒業するまではねショールーム続けられたら毎日配信の記録がね途切れないようにできたらいいなとは思ってるので、そう、そのやっぱ体調崩してたのが大きいんですよね。やっぱりね、そう、その日もお仕事があってお仕事を休んでたのでそんな中で配信は無理やなって思ったんですよ。そうそう、やっぱ休んでる時に配信はちょっとダメって思って、まあでもどっかで時間見つけてできたらいいなとは思ってます。さあ今日は何の話しようか。でももう結構手は尽くしてもうほんとどこも探したんだけどもうこれ以上にありそうなところが全然ないんですよね。そう、困ったものだ。
さあ今日は何の話しましょう。急に私の子供の頃の話、特に面白い話ないけど大丈夫そう？でも何も話すことないですよ、言うて。どんな話が聞きたいかによる。ちょっとね、そう、子どもの頃の何の話を聞きたいですか？ごめん、ちょっと変に喉が詰まった。どんな子供だった？今とあんま変わんないよ。難しい。もう私ね、自分の性格を一言で表すならとか全然言えない人だから、どんな子供だったっていうのも言えない、あんまり。なんて普通の子供でした。説明下手。難しい。どんな子供だったって言われてもな。めっちゃ今よりも社交的だった。今よりも活発だったと思う。小学生の頃は。そう、今よりも活発でした。今よりもっていうか、まあ、子供の頃っていうんで、まあ一応小学生ぐらいまでの話とするね。そう。は、結構活発な方でした。そう。夏休み何して遊んでたの？何してたかな。何してたっけ夏休み。そう言われると夏休みにあんま友達と遊んだ記憶がないな。思い出せないの、思い出せないだけなのかな。よくね、放課後とか遊んでたけど何してたかな。なんか8月頭ぐらいまではね、あの愛媛県の松山市で、あの松山踊り、まあ野球拳なんですけど、練り歩きながら踊る大会、まあコンテストみたいなのがあるので、その練習をずっとしてた記憶ぐらいしかないな。あとはまあ沖縄に旅行に行ってたとか、そのぐらいかね。もうね、あんまり覚えてないんですよ、他何してたか。あ、でもあれ夏休みだったかな。あれ夏休みじゃないか。夏休みじゃないね、あれは。
まあ、あと何してたかね覚えてないんだよね。あんま夏祭りは行かなかったし、まあ夜市は行ってたんだけど、土曜夜市は。そう、まあそれも、ま、夏祭りって言ったら夏祭りになるか。自由研究は何した？何したっけ。なんか中1の自由研究はグラスハープをやったことは覚えてるんだけど、まあ何せね、私本当に自由研究めっちゃ苦手で、もう何も研究したいもんないよって思いながら、もうなんかお父さんが手伝ってくれても、多分8割方もお父さんがいろいろ頑張って準備してくれたから。でもあと記憶にあるのは何だったかな。うわ思い出せない。なんかスピーカーの前にろうそくを置いてなんかやったような気がするけど、もうそれが何の研究だったか覚えてないや。とかなんかあのオレンジジュースとかカルピスとかで、あの凍らせて作った氷で何時間で溶けるかとかはやったけど、本当にもうそれ以外何したか覚えてないですね。消そうとしたんだっけ、もう覚えてないんだけど、結局消えなかったんですよね確か。もう覚えてないで、読書感想文もめちゃめちゃ苦手で、そもそも読書があんま好きじゃなかったから、そう、あの読書があんま好きじゃないじゃない、活字を読むのが苦手だったので、そう読書感想文もめっちゃ避けてました。そうファンクラブのプロフィールに趣味読書って書いてあるけど、あれ漫画読むことだからね。そう、でもあんまこれだと私がどんな子供だったかって伝わんないよね。他にないかな伝わりそうなこと。子供の頃の好きな遊び、なんだろう。ブランコ？ブランコかな。何してたっけ。それなりに友達と遊んだ記憶はあるんだけど、何して遊んだかまであんま覚えてないんだよな。小2ぐらいの時はよく友達の家に何人かで集まってゲームはしたけど、もうそれ以外覚えてないんだよね。あとたまごっちはしてたけどね、 DS とかあんましてなくて、たまごっちはよくしてた記憶はあるんだけど、でも多分遊んでたの小4ぐらいまでなのかな。
忘れちゃった。でも途中で塾通い始めてあんま遊ばなくなったような気がしたんだけど、ちょっと思い出せないですね。あ、でも全然遊んでない時もありました。そう、友達と全然遊ばないみたいな、そうあったな、そういう時も。プールはね、行かなかったね。あの沖縄行った時にさ、そのよく泊まってたホテルのプールには行ってたけど、愛媛でプール行くことはなかったです。なんでかは知らんけど、そうなんでかは知らんけど。もう大人になった今もうプールは興味ない。水着も持ってないし、うん、まあ、あんま泳げないからあんま泳げないからね。なんかそうプールね、本当に興味ないんだよね今は。もうん、誘われたら行く。まあ誘われるような友達がいないんで、違う、プールに誘、プール行こうよっていうような友達がいないなんて言うんだろう、あのプールに行きたがる友達がいないこれ。あ、でもね、なんだっけ、なんか私の好きなアプリゲームがなんかコラボ企画やってて気になるけど、多分今年はプール行けないと思いますね。そう、多分ね、そんな時間がそんなにない、バタバタするから今年の夏もなんだかんだで。はい、まあ別にね、だって本当にぶっちゃけマジで興味ないんですよプール。もうね、そんなみんな行ってるって言われてもそっかみたいな感じです、ごめんね。はい、なんでなんだろうね、私もわからん私もわからん。そうね、もうプールも久しく行ってないな。海はねいいんだけどね、泳ぎはしないね、やっぱ泳げないからねそう、まあね、もう今はほんと異様に興味がないね。海はね確かに行きたいなってなるけど、別に泳ぎたいわけではなくて、なんか普通に眺めたいぐらい眺めたいぐらいって言ったらあれなんですけど、本当にそれぐらい、うん、興味ないね。なんでか自分でもわからんけど、そう、確かに。なんだ、学生高校生の頃とかね、なんかねプール行かないのみたいによく言われましたね夏には。
そう言われた。水着とか持ってないのみたいに言われて、いや持ってないっすみたいな感じ持ってないっすって感じ。でその私の子供の頃の話がどこ行ったって思ったんですけど、でも他に話せることあるかな、なんかあるかな、もう全然ない気がする。でもいたって普通の子供でしたよ。そう、そうね、どんな子供だったのか多分あんま想像ついてないですよね。夏休みラジオ体操、ああ何日か行きましたね。でも毎日ではなかったラジオ体操も、でも一応なんか最終日まで行ってお菓子もらうとかありましたね。そう、でもそうか、もう今8月だから、もう世間的には夏休みなのか。そういえば昨日ちょうどね、沖縄の話も出てて、家族にね後で話したんですけど、やっぱりね沖縄であんまご飯屋さん行くことなかったですね。もう泊まってたホテルで全部こと足りてしまったので。うん、本当に行ってなかった。唯一行ってたところはね閉店しちゃったしもうその話で昨日持ちきりになって、もうマジでみたいな。そう、めっちゃショック受けてました。みんな好きだったのに、あそこの店。家族はちょうどね、いとこの結婚式行った時に行ったみたいで、私ちょうどその時家族と同じ便じゃなかったんですよ。だから私行けなくて、もう私最後に行ったの小学生とかだよ。いいなあ、行きたかったな私も。なんでなくなっちゃったんだろう、泣いちゃう。でも一応沖縄でルン活するポイントはありますよ。与那国島に行くんですよ。そう、
与那国島に行けば解決する。なんか与那国島に行って、あの日本で一番、あの日本で一番西の場所ですみたいな像があるから、そこで写真撮ればルンカツにはなるよ。はい、そう、与那国島。まあ、あとはもう美ら海水族館かな。もう写真がねそんなにないからね、あのもうスマホを持ってない時代に行ってるから写真がねほとんどないんですよ。そうないんだよね。まあもちろんお父さんがカメラ持ってたからそこで写真撮ってっていうことあったけど、与那国島はね、まず石垣島、多分本島からは行けなかったと思うんですよね。石垣島から行った記憶があるんですよ。そう、どのぐらいなんだろう、そんなには時間かからんと思うけど、まあ、まずその本島からどうやって本島から石垣島に行くのにまず時間かかっちゃうから、そう、うん、一応ね親に国際通りって行ったことあるって聞いたら、いやないねって言ってて、なんかでもお父さんたちは何だったかな、エイトのツアーの時にちょっと行ったげなことは言ったけど、国際通りは行くことなかったね。そう、あ、でもあれだ、あの過去のインスタに沖縄での写真載せてるからさ、それはルン活できるんじゃない、あの美ら海水族館と、あと美ら海水族館と一緒にある植物園みたいなところ、もうそこぐらいしかないですね写真が。もういかんせんあのガラケー時代によく行ってたから写真がないのよ、あのそんなには。まあそれかあれかな、あの美ら海水族館の入り口であの顔はめパネルあるじゃないですか、あの穴が開いててこうやってさやって写真撮るの、それやってきたらいいんじゃないですかね。わかんない。それはよくやってたからさ、そうさ、あのお姉ちゃんたちと3人でやってたから、それまだあるのかな、まだあるかね。ちょっと沖縄簡単にねルン活はできないと思います、写真がないから。全然ないから。
たいな。チロミ沖縄行きたい、沖縄行きたいよ。沖縄で好きな料理、うわ、なんだろう、ある程度ね、いろいろ食べられるようになってから沖縄そんなに行ってないからね。なんかまあ東京とか、あの沖縄じゃない関東の方とかで沖縄料理店行って食べることはあったけど、まあ普通に沖縄そばかな。海ぶどうも好きだったね。料理っていうのがちょっとあれですけど、なんか沖縄にあるさハンバーガー屋さん行ってみたいんですよ。沖縄以外にもあるらしいけど、愛知とかにしかない。何やった、 A&W だっけ、違うな、なんかそれ H&M みたいなちょっと忘れちゃったんだけどだそこがねちょっと気になるんですよね。行ってみたい。まあ、沖縄は難しくてもね、秋田はまだ分割しやすいんじゃないかな。あの行ける行けないは別にして、まだ秋田の方が写真が新しいから、新しいからっていう言い方変ですけど、そうそうそう、なんかそのしかもさ、その A&W かな、なんだっけ、コラボしてたんだよね。そうでもそんなコラボ本当ね、そもそもあの愛媛にも店舗ないし東京にも店舗ないから、もう行こうにも行けないみたいな感じだった。そうだ、アンスタだ、アンスタコラボしてて、そうなんで、なんで、めちゃめちゃ行きたいんだけどってなった。
う全然ないんだよマジで。いやもう沖縄にしかないんだ多分。そうね、沖縄にしかないんだよね。そうだからもう沖縄に行かないといけない。ああ60周年なんだ、長いね。行きたいんだよねマジで、行ってみたい。そう、まあちょっとね、沖縄の情報はそんなにもうほんとご提供できるものがなさそうだった。でも昨日はねちょっと家族とそのよく行っ、行ってたお店がなくなっちゃったねっていう話をして終わりましたね。終わりましたじゃないな、盛り上がりましたね。さあ今日はね7時20分ぐらいまでの配信だったので、今日はここら辺で終わりにします。まあちょっとぶっちゃけね、どういう子供だったかあんまりわからなかったと思いますけど、まあ、今より活発でしたね。はい、もう今ほどねインドアではなかったと思います。13位から読みますね。13位けいちゃんさん、12位ココフルさん、11位がよしかなさん、10位大粒ちゃん、9位スーさん、8位井田ひろゆきさん、7位カラスのかっこさん、6位ママさん、5位夏目さん、4位 TKHKG さん、3位アーティーさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。まあとは一つ言えるとしたら、私が今まで見たことあるよって言ってたアニメのまあ8割は全部小学生の頃に見たやつですね。もうその時が一番アニメ見てた。もう今が一番アニメ見てない。もうどんどん見なくなっちゃってるからね。はい、というわけでじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。